こんにちは、マッツーです。今回は2019年の春にドコモが導入予定の新料金プランについて、考えていきたいと思います。ドコモが導入する新料金プランは、分離プランというふうに言われているのですが、実は今もうすでにですね、ドコモウィズという、名前で、半分も分離プランのような形の料金プランが導入されているという現状があります。なので、新料金プランについて考察しながら、ドコモウィズが意外とお得だなっていうところをお話ししていこうと思っております。まず、分離プランについて説明をしようと思います。携帯電話のプランはですね、通信料金と端末代金に分けられています。で、端末代金なんですけれども、本来はですね、結構端末代金高いんですね。端末代金高いので、ちょっとそのドコモとかですね、端末代金を補助してちょっと割引かせようと、させてくれてます。これを直接端末代金から割引くというよりは、主流なのがこの月々サポートとか、こういう割引を使ってこう一定期間ですね、24ヶ月、一定の金額を通信料金から割り引いてくれると。で、そうすることで、トータル の支払いする金額は少し安くなるというような形の料金プランに今なっています。なので、同じ機種を2年間使い続ける場合はその2年間使った方が一番安くなるですが、2年以上使ってしまうとこの月々サポートの金額がなくなって割引がなくなってしまいますので、その後はちょっと高めの通信料金になると。なので2年以上使う場合は同じ機種を使い続ければ使い続けるほど損をしてしまうという料金プランになっています。なんで、2年経ったらちょっと安くしてくれればいいのにっていうところではあるんですけどね。で、これがだからちょっと高いと言われる原因にもなってきています。そこで、総務省などが主体となって、新しい、料金プランもっと安くできないかと現在いろいろなところで言われ続けているんですけれども、これが分離プランというプランになっています。通信料金と端末代金を完全に分離すると。だからもう見せかけだけの、割引ではなくて、もう端末だけは端末代金で、通信料金通信料金という形で、だから今発表されているそのドコモとかの料金、通信料金のプランからはちょっと安くすると、通信料金安くすると。で、その代わり端末の代金はフルでかけるという形ですね。で、割引が効かなくなる代わりに、ずっとこの、2年間、最初の2年間と同じ通信料金がそのままかかり続けるので、2年以上使い続ける方にとってはお得になると、昔よりはお得になるというのがこの分離プランの特徴になります。次に、従来の料金プランと新しく導入されるこの分離プラン、これどっちの方がお得かっていう話なんですけど、実際はですね、ケースバイケースではあるんですけれども、2年以内に買い替えるような方は従来の料金プランの方がお得になる可能性は非常に高いです。というのは、この、月々サポートみたいなこの割引自体がなくなってしまうので、新しい分離プランね。そうするとその通信料金の値引き分自体は月々サポートほどは多分値引かれないんじゃないかと思われますので、そうすると、端末代金はもともと変わらないので自然と超えますよね。ここの図にも若干超えてるっていう風に表現はしてるんですけど、そういう風な形で超えてくると思われます。でも2年以上使われる方ね、3年4年5年とこう長く使われる方、物持ちのすごくいい方に関しては分離プランの方がお得になるのではないかというところですね。あとはもう SIM フリーのスマートフォン買われるっていう方は結構分離プランの方がお得になると思います。例えばですね、 au ではもうすでに au ピタットプラン、フラットプランという、料金プランが分離プランが
すでにね、もう1年以上使われているということもあるので、まあ、これでこう一回考えてみようかなと思うんですけれども、従来のプランはドコモと同じように毎月割というのが適用されます。毎月割は、まあ、例えば iPhone XS で言うと、毎月割、端末を購入することによって2年間2710円割引かれます。はい、端末の代金自体は5360円ですので、まあ、実質の端末代金は2650円という形になりますね。で、毎月割適用プランとしては、まあ、今回はスーパーかけほと20ギガのプランで考えているので、スーパーかけほプラスデータ定額20に、まあ、LTE ネット足してあげると通信料金は8000円になります。なので合計2年間最初2年間での支払い金額は1万650円になりますね。はい、それがまあ、au フラットプラン、あの分離プランである au フラットプランを契約することによって、まあ、au フラットプラン20のスーパーかけ放を契約すると通信料金は6500円になりますね。でそれに、そのまま端末代金がついてくるので5360円プラスされて、まあ、合計が1万1860円となるということですね。なので最初の2年間ぐらいは、まあ、1200円ぐらい、値段が上がります。はい、まあ、ただですね、スマホ応援割という割引があるので、最初の1年間は毎月1000円割引かれます。はい、っていうのがあるので、まあ、最初の1年間はそんなに変わらず、で2年目は、まあ、1200円ぐらい高いってことですね。で3年目、その後ですね、その後、従来は8000円かかる通信料金が、au フラットプランだったら6500円に収まるので、毎月1500円お得になるので、まあ、そういう意味では3年以上使われる方はトントンになるのかなということですね。一方ですね、まあ、1人20ギガ使われるんだったらまあいいんですけれども、まあね、みんながみんなめっちゃ使うわけじゃないので、3ギガ使う場合も一応シミュレートしてみました。そうするとですね、3ギガの場合、毎月割適用プランの場合はスーパーかけ放にデータ定額3をつけるので通信料金は6200円になります。はい、毎月割は同じ金額、かかりますので、2710円なので端末代金は実質2650円となりますということですね。で2年後、以降は6200円の通信料金のみが発生するという感じになります。逆に、au ピタットプランですね、3ギガのプランに関しては au ピタットプラン、買い切りではなくてピタットプランのこの5段階定額の方になってきますので、それを見てあげると、au ピタットプランスーパーかけ放ですと、通信料金5480円で、端末代金はそのまま5360円となりますので、合計2年間は1万840円で、その後2年以降は5480円という形になります。なので最初の2年間は2000円ぐらい差があるわけですね。2000円ぐらい差があるんですけれども、まあ最初の1年間はですね、先ほどと同じ、スマホ応援割のおかげで1000円ピタトプラン割引かれるので、まあ、9840円になると思いますので、まあ、1000円ぐらいの差に済むんですね。2年目は2000円の差になります。で3年目からは毎月割適用プランとピタットプラン の通信料金だけの差になるので720円だけお得になると、なると意外とそんな得じゃないかなって感じしませんか。ね、だってね、1年目1000円、2年目2000円の分を3年目4年目5年目ぐらいまでかけないとお得度がそんなに、カバーできないという形になります。そう考えると、だからライトユーザーは結構損なんですよね。一応 au の現状としては3割値下げして3000億円規模の利益還元になっていると言っています。はい、これが11月に開催されてた au の、第2四半期の決算発表会でこう言っていたという感じですね。で、ドコモに話を戻すと、ドコモはね、
来年の春から導入する料金プランで、2割から4割値下げして4000億円規模の利益還元がされるというふうに見込んでいると言っていますね。こう見るとそんな変わんないですよね、値自体は、ね。まあ、2割から4割っていう幅はありますけど、4000億円規模って多分ユーザー数を考えると、まあ、多分これぐらいの同程度の値引きになってしまうのかなと。まあ、実際これね、値引きって言いますが、20ギガの方は 11% ぐらい値引きですね、3ギガの方は 19% ぐらい値引き、まあ、なので1割から2割ぐらい値引きになってるんですけど、まあ、結局それぐらいの値引き額になってしまうのかなという感じですね。で、まあ、次に分離プランが本当にお得なのかという話します。先ほども言いましたが、まあ、実際ねライトユーザー意外と安くないように見えるんだけどっていう話なんですが、まあね、従来のプラン、まあ、ドコモの従来プラン、まあ、au も毎月割の適用プランとか、ソフトバンクの月々割適用プランとかも同じなんですけれども、従来のプランだとこの、ね、月々サポートって話ですけども、これってもう購入した端末ごとに月々の割引額が決まってきています。なので、プランに関係なく、まあ、au とかはね、若干こう、ね、1ギガのプランの除外とかそういうのはありますけど、そういうのは関係なく、もう購入した端末ごとに割引額が決定してます。もう iPhone XS を買ったら、まあ、2000何百円、2年間割引きますよというふうに決定しているということですね。それに対して、現行の au とかソフトバンクの分離プランっていうのは、データ容量ごとに値引き額が変動しているわけですね。でだから3ギガのプランは720円しか下がっていなかった、結果的にね。なんですけど20ギガのプランは1500円も下がっていましたよ。まあそれはね、まあ普通はね、同じ割引率でね、割引してあげた方がまあユーザーにとっては公平なんですけど、従来のプランが端末ごとの割引額が決まってたので、なんかそこに乖離が生じているんですよ。でそれが多分 お得と感じない原因になっているんじゃないかなと思います。でですね、だからね、あの au とか、まあ、ソフトバンクはちょっと結構極端な料金プランを使っているので何とも言えないんですが、 au みたいな料金プランをドコモ導入されると、ちょっとあれ、本当にこれお得なのってなっちゃうかなとは思うんですね。でもそうなる可能性が比較的高いのかなっていう気もします。はい。なんですが、まあドコモは現状今の時点でも一応分離プランはあります。これは何かというとドコモウィズです。ドコモウィズは、まあ、実はですね、分離プランと従来プランいいとこ取りしてるんですよね。なんでかっていうと、従来プランを使いつつも対象端末を購入すると一定の割引額があるということなんですね。まあ、つまり、まあ、月々サポートの延長線みたいな感じになっているわけです。そのドコモイズ対象機種を買えば毎月必ず1500円割引かれますよ、これがまあ2年間じゃなくてずっと次機種変更されるまで続きますよというところなので、そのまあ従来プランでの割引という意味ではまあ、お得と感じられてたこの月々サポートみたいな形の料金を割引ができると。でそれが、まあ、分離プランみたいな携帯で使うことができるっていうのは、まあ、非常にお得かなとは思います。ただ、まあ、一つ欠点を言うんであれば対象端末が少ないっていうのは欠点です。現在の、ドコモウィズの対象端末が少ないのは一番の欠点だと思う。もう安い4万円以下のモデルぐらいしか選択肢にないというのはさすがに欠点だとは思います。じゃあ、ね、分離プラン導入するっていうんだからドコモイズは残んないのっていう話ですね。ドコモの分離プラン導入されるための選択肢としては、まあ、私は個人的にはドコモイズの対象端末が拡大されるっていうのが一番いい選択肢なんじゃないかなと思うんですね。まあ、例えば、月々サポート対象機種も、まあ、ドコモウィズと月々サポートを選択できるようにするとかね。これは結構公平になると思うんですよ。であとは、まあ、
もう一つ選択肢として考えられるのは、完全に異なる料金プランを導入するということですね。この2つが考えられます。で、10月31日の、ドコモの決算発表会の時に吉澤社長が言ったのが、料金が複雑で分かりにくいという声がたくさんあった。シンプルに見直し、料金も2割から4割安くしたいと言っています。この言葉から察するに、いや、どう、まあね、蓋を開けてみないと分からないところではあるんですけど、シンプルに見直しと言っているところがあるので、多分料金プランは新しく導入されると思われます。なので、対象端末拡大はもう多分ないかな。新しいプランが導入されるということです。で、新しいプランが導入されるということは、ドコモウィズは新料金プランでは使えないということになりますね。じゃあもう一つ気になるところありますね。ドコモウィズは受付終了するのかなっていうところですね。え？って思われるかもしれません。これ、現行プランの受付終了は、すなわちドコモウィズの受付終了を意味しますよね。ね、はい、そうなんです。 au は両方のプランをずっと残してるんですよ。昔から残してるんですよ、ね、新しい料金プランを導入しても昔の料金プランも選べるようにするのが au の戦略なんですけれども、ドコモはいち早くやめるっていうのを結構してきています。例えば2014年の話です。2014年、現在今やってる運用されてる料金プラン、かけ放題&パケアエルっていう料金プランが5月に発表されているんですけれども、この4ヶ月後もう、旧料金プランの新規受付は終了しています。まあタイプクロッシー懐かしいと思うと思うんですけど、タイプクロッシーとか、クロッシーパケ放題とかね、クロッシーパケ放題ダブルとかいう料金プランがあったと思うんですけれども、わずか4ヶ月でもう受付を終了しています。はい。導入から。早いですね。で、もしかするとじらすかもな、ね。au は残すって宣言していた。で、ソフトバンクもホワイトプランを残すと宣言している。っていう中で、ドコモはもう、早々にタイプクロッシーのプランを切って、かけ放題に一本化しました。はい、これ何かというと、まあ、結局は、ドコモはプランの切り替えが早い。ということは、現行のこのかけ放題&パケアエルという料金プランを受付終了する可能性は比較的あるのではないかと思います。まあ分からないですよ。何とも言えないところです。これはやっぱり発表されないと分からないですけれども、受付終了する可能性があるということですね。ちなみに新しい料金プラン、2019年に発表される、春に発表されると言ってますが、一応第一四半期に発表されるということなので、4月から6月になると思います。つまり、夏モデルの発表は、まあ、例年5月ですから5月に発表されます。多分2014年の料金改定と同じスケジュールで発表されるので、もしかすると来年の9月にはなくなるという可能性があるかもしれませんと。あくまで推測ですけどね、はい、という形になります。受付終了するにしても、新規受付終了なだけで、加入をしていれば引き続き使い続けられますので、まあ、そこはご安心ください。スマホの中に SIM が入っていると思うんですが、この SIM を他のスマートフォンに挿しても追加料金なしで利用することができます。はい、なので、例えばですね、 iPhone XS の、端末価格をこうざっと見てみますと、まあ、例えば SIM フリーは 64GB 12万1000円なんですけど、 NTT ドコモは12万8950円、 au も12万8000円台、ソフトバンク13万円台という形なので、そういう意味では SIM フリーの方が意外と安かったりしますね。はい、まあ端末によります。まあ、あの iPad は意外と競ってたりとか、Pixel もそんな感じだったりとかいうところもあったりするんですけど、意外と SIM フリーが安いっていうところも多かったりします。ね、なので、ドコモが若干高めなのは、まあ、月々サポートが若干あるので、それで上乗せされてる可能性があるというのはありますが、au とかソフトバンクは、すでに分離プランを導入しているのにもかかわらず、同じように、高めの料金プランになっています。なので、まあ、やっぱりキャリアで買う方が高くなってしまうのかなと
いうことの傾向は、まあ、もうちょっと続くのではないかなとは思います。なのでまあ、SIM フリーで買えるスマートフォンとかだったらそっちを買うっていうのも選択肢としてはあります、はい、で結構ね、3、4万円台でまた新しいスマートフォン意外と使いやすいものが出たりとかすることもあったりするので、そういうのを買うっていう選択肢もあるし、ね、Apple Store で、また新しい SIM フリーの iPhone を買うという選択肢もあるということですね。というわけで、まあ機種変更はそのキャリアでやらないっていう選択肢もあるよというところです。はい、まあ、でもドコモイーズが続く可能性もあるので、絶対機種変更できないってわけではないということは理解した方がいいかなと思います。ということで、まあ、まとめておくと、まあ、一つは他社の分離プランと違い、ドコモイーズ対応機種を買えばどのプランでも一律1500円、月1500円割り引いてくれるというところですね。で、まあ、一度加入すればドコモイーズはずっと割引が続きますよというところ。まあ、これは他の分離プランも同じですね。ずっと割引が続きます。で、まあ、キャリア版買うよりも新機種が欲しければ SIM フリー版を購入する方が端末は安くなります。はい、まあ、一つだけ注意点を挙げるとすれば、まあ、iPhone はそこまでじゃないかもしれないですけれども、端末の保証ですね。端末の保証は、キャリアじゃないと入れないという可能性も十分にあります。 Android のスマートフォンは基本キャリアじゃないと、対応はできなかったりするので、まあ、そこは注意していただきたいんですけれども、はい、まあそこぐらいでしょうかね、はい、であと、まあ、新料金プランが発表されれば、ドコモウィズ対象の料金プランがすぐ受付終了される可能性もあります。まあ、高いとは言い切れませんが、可能性が高いとは言い切れませんが発表される可能性があります。はい、というわけで、まあ、ドコモイーズと、新料金プランの比較をしてみましたが、こういう感じで、まあ、結構私はドコモイーズの方がお得になるんじゃないかと思って現在ドコモイーズの回線を買い進めてます。はい、続々と今、まあ、ちょうどね、9月で2年満期迎えたっていうのもあって、今ドコモウィズの回線に、置き換えているような状況になって、機種変更しているような状況になっているので、皆さんもちょっと備えておいた方がいいかもなと意識しつつ、まあ、春まで過ごしてみてはいかがいかなというふうに思います。マツでございました。ドコモウィズと他のキャリアの料金プランなども比較をしておりますので、ぜひ見ていただければと思います。以上です。